ないです。未だ負けなしの一切ガバなし RTA、ハージもあるよ。前回、バラの霊を授かり米国三冠馬となる権利をこの世代唯一獲得した黒船。怪我などの事情を除いて、ケンタッキーダービー1入選馬がプリークネスステークスに出走しなかった事例は、歴史上ありません。今、歴史が変わる。米国人からの訴訟も辞さぬケンタッキーダービー取り逃げ。リベイヌ眼界軍サイト B01 からジャグナー森林への吉逃げ RTA とか、面白いかもですね。さて、凱旋門賞の前哨戦に北九州記念を選びました。まさに正しく、黒船来襲。ってシチュエーションですね。初めての芝の感触を確かめつつ、折り合いを整えて、ここは勝って大一番に臨みたいところ。やはり、は緑の芝生の上が、目に鮮やかで映えますね。適正に合わない馬場だと、スピードの調整が難しく、いつもと同じスピードメーターを意識しているのに、スピードが上がらなくて馬群から大きく置かれる、いつもと同じスピードでは折り合いを欠く、といった事例があるあるなのですが、さすが芝適正の丸の黒船だとそういった感じはなく、戦意にも対応できてます。さあ、どこまでちぎるんだ黒船、開国してくれさい。はい、内枠に入った一番強い馬を、蓋もせず自由にさせたら、そりゃこうなるよね。って感じのレースですね。ねスプリント戦の着差じゃないんだよな。黒船、差が広がる、差が広がる、世界へ向けて、これは強いぞ怪物だ、白い怪物黒船特徴になりました。これで、満を持して、胸を張って、堂々と、遠くフランスへ飛んでロンシャンへ船出てきますね。さあ、今こそ日本競馬界の悲願を乗せて行くぞ。は？ハリケーンランとエレクトロキューショニストとマカイビーディーバオルヤン。ナリブの時のディープと言いまた転生者か壊れるなぁ。激おもれずの能力使用はルールで禁止すよね。正しい時間軸の正当な強敵であるコマンダーインチーフくんかわいそう。いや、どうしてくれんのこれ。ちなみに凱旋門賞とドバイワールドカップは専用 BGM です。まあ冗談はさておき一番人気はコマンダーインチークです。ハリランとエレキューは06年ジノバレーから転生してきたようで、ややピークを過ぎて人気を落としているようですが、喫水の芝馬でない黒船にとって大きな大きな障害である、というのは無論馬でもないことでしょう。転生者の存在は、大きな誤算でした。さて、ロンシャンはアップダウンが激しく道中のスピード調節には細心の注意が必要です。もちろん長い直線も待ち受けます。そこで、お家芸のまくりではなく直線勝負にかけます。厳密には、道中の感触でまくりと両睨み、ですかね。距離的にもギリギリのラインなので、皐月賞のドービュースのような乗り方になるわけですね。もたもた。もたもた。小町をマークしたいのにカーソル合わせられずにいます。やっとマーク完了、いい感じに内で包まれてるからそのまま。行くあとは前が壁。して、どうぞ。一応まくりも視野に入れて外目に位置取っていますが、ロンシャンはここからの下り坂が厳しい。きつい。ここで右の調整にしくじって折り合いメーター黄色になると、なし崩し的に手応えが、減って末足を失います。今回も、折り合いをつけたままこの縦長の馬群をまくり切るのは難しいと判断し、黒船もう一つのアビリティ、直一気、に、かけて4コーナーで馬群がばらけた隙を待ちます。さすがに大外分回しで勝ち切れるほど甘くは、かなり縦長で前が遠いですが、直一気、は超強力なアビリティなので、届くと信じて追うしかないですね。このぐらいならば順番が苦手な私でもなんとか見えそうですね。さあ、お店、お前の末や。あれ？あー。黒船のアリオートと一気だったでも意外にすごい足立て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 黒船だ飛んできたしかし前まであとこの魂上ある逆を通過した2番手はすごい足前に届くか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 届いた届いたさっきりがすごい足だとさした両ほどお前を大した奴だと思ったことはないそのためのイリテハリケーンランやコマンダーインチーフを抑えてこれって勲章ですよこれでキャロップレーサーの獲得はかなり現実味を帯びてきましたここでやらかしてしまっては元も子もないのできちんとステップレースを挟んで最後の舞台に挑みます前哨戦はいつものシルクロードステークスではなくネギシステークスです日
左回りで直線の長い東京で、ドバイの試運転ですね。もちろんドバイワールドカップも登録しておきます。この頃はまだ名団ではなくなどある芝ですね。はい、アジュディミツ王最優秀ダートだけじゃなく最優秀4歳以上ボバまで取ってる、すごい。大外一気の鳴らし運転にちょうどいい大外枠。いいぞこれ。じゃ米返しタイム。行きますよ。芝走ってるの知らんかった。このゲームのスタッフもそうだったんやろな。ゴビオジョッコですわ。にしてパート1の冒頭でやめたからね。最強といえば猫好きキンテムは譲れない。キンテムは本作のチートなのでご安心ください。芝20マルダート丸距離線から3600スピード100アビ4時とか壊れるな。なおで10から55戦55勝になった時点で獲得できるレジェンドオブキンテムとかいう風畜タイトルがあります。何？シベリアンタイガー、アブクマポーロかな。ナンバリング忘れたけど中期のギャロレでグッソ強かったですね。私は明星よりアブクマ派でした。川崎記念やばい。クラシック走れる芝砂用用馬何回だか。本作の査定で24にかかってる万能の初期選択馬はアドマイアドン、エルコン、黒船、コスモバルク、北斗ベガーネキ、大気ブリガード、プーザビクトリアネット、ありかします。この CM シリーズ復活しねえかな。処刑用 BGM ヒーローイズカミングとかいう悪さのかけらもない根気のダサく手がけた担当者。左右は使ってるから中央からだって。ちなみに青島穴で距離適正外に限ると 01JC ダートと08アッテン、あと13ダービーあたりはもう一周回ってかなり引きです。あと中先日経賞天神将軍の時は早すっぽい実況してますよ。25秒9、驚くべきレコードタイム。うーん、大外一気強い。ブロードアピールしちゃった。さあではタイトル回収すべく約束の地に行くぞ。堂々の一番人気です。もはや何も言うことはないでしょう。ところで私はドバイワールドカップの専用 BGM が大好きです。最後の大一番でもありますし、しばらく黙って見届けますね。もう言葉はいらないのか。ここでタイマーストップ。勝ち時計は1時間11分58秒でした。早速完走した感想ですが、そうですね、馬の力が違いました。またがってるだけでした。そしてわし53歳の兵士さん、いや必要ないんだよ。こういう悲しい結果で終わりですね。結果的に自家生産は完全なロスになってしまいました。いいアイデアだと思ったんですけど、この結果はレギュレーションを変えることで次に活かしたいと思います。
また、私は本走が人生初の RTA で、チャートも見切り発車なところがあったと思うのですが、編集で皆様に解説する中で、より早いチャートを発案するという気づきも新鮮でした。さて、今言いました。自家生産は、結果的に、ロスになった、と。そうです、凱旋門賞は私が直一機と大外一機を誤認する馬場騎乗で、黒船の底力に助けられただけです。わし、53歳の出番が来ていた世界戦も、確実に見えたでしょう。そして時は動き出す。ですから、時計は、まだ止まっていません。とはいえ、当初の RTA としては乾燥した疲れからか、動きはかなり適当になっています。黒船が届かなかった世界戦だったとしても、乾燥しえたのかという視点でご覧ください。では諸君、さらばだ！自家生産馬は、最初ほとんどの能力がマスクされています。アビリティも、所持数と系統しかわかりません。世代選択は、また90世代にしました。転生者の存在は、すっかり忘れています。では、わし、53歳。出陣です。このなら、変態王子を遊びしないから。おそらく本格化は5歳の秋頃と思われるので、ある程度レースに出して能力マスク解除とステープを狙います。共同通信杯にいきなり秀で登場。強敵ですね。わし、53歳。は、基本的に直線の長い競馬場のみ使います。これは、そもそも直線の長いロンシャントなどある芝を取るために狙って生産したからです。ここまで万定なのは想定外でしたが、客室とアビリティが望んだドンピシャだったので、すごいアドレナリン。ドバーッと出していた。そのアビリティ、この馬の性能の中核をなすまず一つが、わしの進歩をつるつる込んでやる。直一機、です。中ならこれ一本で食っていけるほどのアビリティです。インでもガッヒデを並ぶ間もなく捉え、しかし気になるのが折り合いメーターのグレイ王子です。これはスタミナ切れです。たったの1008なんですが、気持ちがいい。あ、そうだ、わし53歳は香港馬ということにしましょう。今決めました。クラシック路線で活躍するヒデを、成長曲線がまだそこの時点で切って捨てたことで、曲線一気の威力がわかるかと思います。少しマスクが空きましたが、距離適正加減1800で、1800でスタミナ切れ起こすって。申し訳ないが NG。とりあえずこのままだと成長しきっても2400も使い怪しいので、引き続きある程度レースに使ってスタミナ成長を期待します。ああ、早くつまみに乗るぜ。これでも、まだ一応タイムは気にしているのですが、参考記録に過ぎないので慎重になるのはやむなし。ダート適正のマスクを開けたいので、武蔵野ステークスに出ました。引きあらじなので、万能の可能性は高いと思うのですが。直一機の発動に失敗してしまい届かなそうですが、おかげで第2のアビリティが開花できそうです。残り100で発動するダメ押しの一撃、一瞬の決め、です。変わらねえぜ。自家生産にチャート変更したのは、芝ダート走れる馬で、かつこの2つのアビリティが欲しかったのが全てです。ナリブの大まくり&四角戦闘が小回りで無類の強さを発揮するなら、一方こちらは長い直線において無敵です。具体的には、こんな感じです。高得点、まだなかなか追ってこないぞ。わしの尻尾をつるずる込んでやる。外から飛んできた。わし、53歳。外から、わし、53歳。オレンジの帽子が飛んできた。しかし前まだまだ5、6馬身以上ある200を通過した。2番手は、すごい足。3番手、2番手、前に、届くか。ネギシステークスとかいう汎用性高すぎ、な名実況素材、はっきりわかんだね。こっちも汎用性高すぎ。わし、53歳。本作では写真判定の接戦を制すると、勝春以外の頭でもボッコボコに殴れます。やめようね。まだ本格化にはほど遠く、適正20丸出ないのが確定のダートで、北斗部外科を撫で切った威力のほどをお見せできましたね。では、しばらく稼ぎが続きますので。メモリアルクエスト最後の牙城、ブーザビクトリーのドバイワールドカップ、なかなか難しいねんな。の上映会にいたしましょうか。生粋のダート馬ではなく能力もそれなり止まりのブーザビクトリーでドバイワールドカップを勝てという無茶ぶりクエストです。本クエスト最大の強敵はキャプテンスティーブではありません。ラーメンです。隣の枠で日本馬同士の潰し合いに喜びを見出すポジ野郎です。松永美希を、逃げ潰し、競泳後、頭が、
本編で専用 BGM が解禁されるのを待ってたので、このタイミングでお出しすることになりました。以降このイントロたまらねえぜ。まず見せ向きをくれて急加速、このコジ野郎を絶対に前に出させません。これでレボリューションの発動はもらったようなもの。ラーメンハゲとの勝負には決着がつきました。しかしレボリューションを出せば勝てるなどというナイーブな考え方は捨てろというのがハゲの教えです。具体的には難しい。ではレボを発動させた上で伸び的を入力馬が全て決まってくれるのを祈ります。あるいは一頭だけ伸びてきたやつをキャッチブロックできることを祈ります。勝つ条件は以上、正解だ。しません。本編では安田記念に来ています。わしの尻尾を通ずる、流れやる。こんなガバキ場でもなんとかしてくれるのがわし53歳、2つのアビリティの魅力、ケレミありますね。あたまらねえぜ。気持ちがいい。ちなみにヒシアマゾンもこの2つのアビを持ってます。自分で乗ると強いですよ。能力が見えてきました。まさかのダート白三角、下から2番目です。あと距離適正3200までは絶対嘘なんだよな。強いか弱いかで言えば間違いなく強いけど、初代にはダート適正が、凱旋門にはスタミナが足りないです。ないものねだりをしてもしょうがないね。本番までまだ時間があるので、パート3で生み出されながら存在をなかったことにされそうな湯野の供養をさせてください。あの時、とっさに湯野の名前を付けたのは、湯野には初代がいたからです。その、初代湯野の勇姿をここにお披露目することで、ガバ湯野の供養とさせていただきます。舞台は、ドリームカップ、ナイトメアクラシック、場所はナイトライド競馬場です。ライバルたちもそうそうたるメンバーなので、ゆっくりご覧ください。出ました。本作の最強馬、ダンシングブレイブです。初代リノも、この馬の形質に依存しています。湯野のレースについて特に語ることはないので、本編の話をしよう。年度代表は成田ブライアン、サスブラ。ドバイに挑む年になりましたが、なかなか勝ちきれずにいます。差し届かず、最強のアビと豪語したのは何だったのか。しかしよく見るとすごいグッドルッキングホースですね。ブロンドの縦髪とは。あら、雪降ってるじゃない。買い打ちが怖いですが、フェブラリーステークスはきっちり勝って、次の本番に向かいたいですね。ダート適正白三角で構想してるの、すごいんですが、勝たなきゃ結局ね。わしの進歩を通ずり込んでやる。
たまらねえぜ。が、差し届かず。こんな調子ですが、私はなぜかドバイワールドカップを勝てるイメージがなんとなくありました。が、最初に適当な世代選択をするというガバのせいで、そのイメージはぶち砕かれました。さあ、本番、ドバイワールドカップです。あ、すげー。あ、ありのまま、今起こったことを話すぜ。俺は本格化にちんたら2年かけてたら、シザーガラした。タイトルコレクション上の現在は、1995年です。本来第1回ドバイワールドカップが行われたのは1996年で、その第1回優勝馬がシガーです。しかしシガーは95年時点ですでに年間無敗。むしろこの年が全盛期とすら言えます。ドバイワールドカップが、ただの高額賞金レースではない格を持てたのは、トイにシガーの招待に成功し箔がついたからです。そんな盛りすぎの豪傑を相手に、ブーディー人気の、わし、53歳。がどこまでやれるか、刮目せよ。わし、53歳。伝説の幕開けじゃあ。わし、53歳。絶好の後方待機策。わし、53歳。うちで溜めてるぞ、ワクワク。さあ、わし、53歳。はじけるタイン、お見せ。お前のシガー、シガーメイクスストーン。ワク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 。なんで勝てたのか、全くわかりません。ダートの道割は黒三角なので、やや重だったのが大きいのかな？にしても、相手は通常出てくる中で最強のダート馬。土壇場の大一番でアビリティが2つとも進化したのも、大きかったでしょう。進化がなければおそらく届いてなかった。驚きの余韻に浸る間もなく、安田記念からアーリントンミリオン、そして凱旋門賞へと駒を進めることにします。アビリティも両方進化したし、間に挟むのは一戦だけでよかったと思うんすがね。進化した直一機、高速の末足、は超強力です。直線向いて向きを一振り、それだけでこれです。では凱旋門賞まで最後のコネ返しタイム。ジェイビスの架空決闘場で見たけど、結構面白い配合だな。ブラブルか。ウイコだと絶対やらない。ロボットが感情を取り戻した瞬間来たな。感謝するぜ。この RTA に出会えた、これまでの全てに。ジェイクは世界のゴーダがアメリカンペイローって言ってるから。アメリカンパラオだから AP。米国競馬会はアメリカンペイローもアメリカンパラオも今後使用禁止にしましたね。あ、もう凱旋門賞のお時間が来ま、まあ紅茶でも飲んで落ち着いてくださいまし。たかが4戦4勝でダービー、キングジョージ、凱旋門賞を勝っただけの、神の馬、ごときが我らが、わし、53歳に、ラムタラは、わし、53歳に匹敵する鋭い末足を持っています。一方で、ロンシャンの長い直線を早め戦闘で粘り切る、絶対に抜かせない、ライオンハート、の持ち主です。小細工はするだけ無駄でしょう。腹をくくって直線勝負に徹するしかありません。直線まで特に見どころもないので最後のコネ返し。他ヒロインのロー全部足しても勝てない人気投票ぶっちぎり1位のタイマン好き。全得票数のうち半分以上のロー数の女調子じゃん。スタンド最前列に金的いそう。私は異常者なので草薙劇の谷町です。苦手なラブコメを楽しく読めたので本当相撲は偉大。
コナセン好き、コナミ先輩かわいい。やっぱり私は異常者なので王道を行く山取りじゃーな。と言いたいところですが、ハルミネのことが好きだったんだよ。もちろんコナセンも好きですし、異常者なので当然オリナンペロペロしたいですし、ズホちゃんも可愛いし、オサノもまあまあアコダシな隙間に挟まれてるな、俺もなって思うし、ウイちゃん先輩とウイットしたいし、科学ダウンダモノッパイで圧死したいし、キュトラもカトリもコウタロウも好きです。おいたわしやくらうえ。もう、散退しろ。そろそろ難所の下り坂にかかりますし、レースに集中しましょかね。ロンシャンは、すごいざっくり乱暴に言うと、京都競馬場をスケールアップさせた感じです。この下り坂も、ゆっくりと、ゆっくりと、ゆっくりと下らなければなりません。が、CPU 馬たちは完成に任せてスーッと下っていくので、このように置かれてしまうことがよくあります。ずるい。この CPU 挙動のせいで、ミスター CD やディープでも京都の坂でまくるのは比較的うまくいきにくいです。言わんやロンシャンのや。とはいえ、タブーとされるには相応の理由があるわけですね。間もなくフォルスストレートから最後の直線へ。この感じ、勝ったな。お前を知らない者たちの隙を突いて踊りたい。この差が来たのはなんと、わし、53歳。3年間の苦労が報われるぞ。ここから、オンソクのスピアスが先へ進む。わし、53歳。勝ったのは、わし、53歳。今一つの競馬の常識が覆された。世界を変えるのに、3分もいらない。そのための、犠牲。ここで改めてタイマーストップ。参考記録は、1時間46分25秒でした。黒船がこけた場合の安全策は、無意味じゃなかったと証明できて私は満足です。しかし RTA 終了後なのに編集に多大な労力を費やし、尺埋めのために新たな上映用プレイ動画を作るなど、動画作成方針としては惨敗だったので痛みわけです。RTA 動画ってなんだよ。しかし RTA では使える史実場の選択肢が限られるので、意外性やギャンブル性などを見せるスタイルとして、自家生産場を活かせる、というか自家生産場でないと実質不可能なレギュレーションを考案して走りたいです。今考えてるのは、タイトルコレクション騎乗馬、一頭のみ、でギャロップレーサー獲得、か。ギャロップエンペラー、獲得 RTA、とかですかね。レジェンド・オブ・キンセム RTA、は、ひたすら55連勝を見るだけのクッソだるい動画になるのが確定的明らかで、断念しました。わし、53歳。は、あの後ジャパンカップ1着、有馬2着として、ひっそりと幕を閉じることになりました。そして、おいバカやめろ、この動画ももう終了ですね。それでは、視聴者兄貴姉貴の皆様、このような動画に、長々とお付き合いいた。ただいま音声が乱れました。長々とお付き合いいただき、誠にありがとうございました。終わり！閉店！以上！お疲れ様！つまみに出会いたいやつ、至急メールくれ。